てか一般に貼ったやつ見てください。これおにぎりの話、人が作ったおにぎり食べれるか食べれないか論争の。タモさんもなんかダメな人じゃないですか、人が素手で握ったおにぎり。いや絶対無理。この人も無理らしくて、だけど、うん、みたいな。誰のおばあちゃん？いやだから農家のおばあちゃんが握ったおにぎり。最後おもろすぎやん。めっちゃ口に突っ込んでて面白かった。今日でしょ、泣いて。なんかそれは来るわ。どこの誰かわかんないやつは無理だけど。じゃあ農家の、新潟のお米作ってる農家のおばあちゃんが握ったおにぎりは。これ知らねえな。あ、食べないんだ。これは卑怯だわ。こんなおばあちゃんが悲しんでるの見たくねえもん。いやおばあちゃん悲しそうな目してる。みんなはどう？そのおにぎり食える？なんか例えば彼女とか親とか自分のおばあちゃん、友達の家に行った時におばあちゃんがこんな感じで食べて食べてみたいな風に言ったら食べますけど、うん、それでも俺無理だわ。マジっすか？俺友達ん家のおばあちゃんはちょっと信用ないかな、正直。友達ん家の手作り料理みたいなちょっと無理なんだよな。あったかいやつだったら食えるかもしんない。昨日の残りとかは絶対無理。冷やしうどんとか、もともと冷えてる系だったらいけるんですけど、俺のお父さん冷えたやつレンチンせずに行くんですよ。なんで？もう信じられなくて。え？俺は信じられないでしょ。いや俺レンチンじゃないと絶対無理。火を通して作っている、もともと冷たくないものを冷たい状態で食べるの絶対嫌っすよ。気持ち悪い。俺弁当とかも冷たいの嫌なんだ。あー無理っす。あの学校の弁当ちょっと嫌だったんだよね。買ったって分かる弁当なら大丈夫。俺買ったなものなら大丈夫。買ったものならなんか信用してるというか。お店とかね、コンビニとかなら分かるけどさ、ね、これちょっと好き嫌いな人多分分かれると思うな。じゃあタモさん、友達の家に行って、うん、おばあちゃんが出しました、タモさんは食べたくないんですよね。なんていうんですか、そういう時。あったかいものだったら食える。あったかくないものだとしたらどう。あ、なんか冷えた煮付けとかだと、あ、今お腹空いてないですっていう。冷えた煮付け出せることあるんじゃなくないですか。まあ、ない。いやでもね、田舎だとね、よくあるんで冷えた煮付けとか。いや、そうなの。あるある、田舎だと。昭和だとやっぱりそうなんですか。昭和、田舎を昭和っていうのお前。タモさんの世代が昭和って意味です。あと家が汚かったりするとちょっと。あ、いや、それいや、絶対いや。じゃあこのあのお父さんがあったかい物出さなかったらどうします？てめこらーって感じ。食べます。申し訳ございません。うめもんはどう？そこらへん。冷えたご飯っすか？冷えたご飯を友達ん家で出されるから。いやでも食べるしかなくないんですか？俺も無理やり食べるかな。嫌でも食べますよ、多分。なんかそこで気まずくなったり、嫌ですみたいな否定。なんだかね、いや嫌ですってか、お腹空いてないですって言って、いやお腹空いてないとかない、食べなさいっていう家庭はどこもないんだよ。あ、まあ、でもきついな。いや、作ってくれたから、飲まないとなっていう。別に俺が作ってて言って作ったわけじゃねえし。まあ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 、正論なんだけど。その通りだ、それは違うやん、お前。それは嫌だ。絶対に食べない。人の感情がないよ、お前には。ないでしょ。嫌なものを、なぜ食わなきゃいけないのかって話ですよ。無理に食べて変なリアクションするよりはいいよ。自分が食べなきゃと思う人なら、まあ、食べますけど。好きな人のおばあちゃんが作った、まずいご飯ならぜひ食べますね。あったかかったら俺結構食えるかもしれない、人んちのものでも。なんかそうそうそう、冷たいのマジでみんなわかんない。元から冷たいものはいいですよね。アイスとかはいいですよね。アイスとか、そう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 。え、冷やし中華。冷やし中華いけーるかな。いやでも見た目にもよるな。マジですか。冷やし中華見た目でやります、そんな。見た目、見た目。いやでも食べるよ、出されたら食べる。メインの料理はさすがに出されたら食べる。再起動してきます。あ、オッケー。え、今この辺なんて言いました。再起動していきます。あ、そのまま頭の再起動も言ってくれ。俺も再起動しとけよ。そう、なんか会いたかったなっていう気持ちです。なるほど。そうだから、え、めっちゃいいとこや。たまたま行きます。うん、せーの。おっと、俺も行きたいかな。一緒に、一緒に、一緒にね。行くよ、せーの、せーの。そんなタイプ。おい、お前さ、今乗ったのに。もう行くんじゃダメ。一緒にロケアン玉ちょうだい。ロケアン玉ない。ないないない。オッケー、一人一人で行こう。一人一人、たまさん先に行くよ、せーの。お、よしよしよし。行くぞ、ベガサス。はい、せーの。あ、やばいやばい。ちょっと、高い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 。
え、なんでたまさん生きてんの？たまさん死んでくれると思ったのに。なんだ、死んでくれないのか。なんでたまさん生きてるんですか？いや、なんか木の上に着地できた。やば。やば。何がやべえんだよ。殺そうがやべえだろ。変なところで来たの人だな。木の上に乗っけんのも分かってたっていう。あ、なるほどね。さすが DS だ。俺の配慮です、配慮。本当に次はないと思う。この家はどう？人ん家で出された冷たいご飯。例えば煮付けとか。え？そういったものなんで。何？あ？お風呂入ってんの？めっちゃこもってるけど。あ、ノイズ。あ。喧嘩する？まずくと思う。まずくと、もずく？出されたとしてまずくても美味しいって言ったみたいな。じゃあ全部嘘なんですけど。今度はうんこよりまずいやつ作って送るから全部食べる。美味しいって言いながらお前動画。美味しい。美味しいかもって。小学校と中学校の給食どっちの方が美味しかったですか？小学校。ケイさん中学校の記憶ある？小学校しかねえだろ。まあ1年間は行ってましたから中学校。俺の小学校は俺が小6になるまで炊飯ジャーでご飯を。何釜じゃないんだ。釜じゃなくて炊飯ジャー、炊飯ジャー。小6になってからはどっかの場所からなんか支給されたというか、あ、給食センターみたいな、そっから支給されたなんか四角い箱の中に入ったご飯だ。あ、四角い箱、四角い、いや懐かしそうだ。小5まで炊飯ジャーだったんですよ俺の学校。ヘリ来てる、ヘリ来てる。ええ教室に炊飯ジャーが置いてあるの？そういうことかよ。教室に置いてあるんじゃなくて、給食のその、広い持っていくとこあるじゃないですか。あそこに合計40代か30代ぐらいの炊飯器が置いてあって、そこになんか1年2組とか3年2組とか書いてるんですよね。その自分のクラスのやつを持って行って、それをついてみたいな感じだったんですけど、白米がやっぱ最高って。これ、結構美味しかったんだね。好き嫌い多いんで、白米しか給食を食わないみたいなことがよくあって。あ、戦時中戦時中はやばい。戦時中白米だけで食べれるの？塩とかいらないみたいな。いらない。学校には求めないそのクオリティを。でも家に帰ってもし夜飯か白米だけだったらブチ切れる。俺本当にわかる。俺白米だけしか食わない。補強できる。野菜が大嫌いなんですよ本当に。もしも野菜とかもほとんど何も食えないです。食えない料理があったらもう白米だけになるの？白米だけです。いやだから俺野菜嫌いなのを直したいって思ってて。直したいんだね加賀君。じゃあ次みんなでクセクラン旅行の時野菜こいつに食わせまくりましょう。いやマジで本当に無理。全般無理なの。野菜だったらなんか食べれるみたいなないの？もうほとんど無理。なんかの中に入ってて、え、無理っす、無理っす。ね、美味しいのに。なんかの中に入ってんならとか大丈夫なんですよ。ムライスの中に入ってるとか。カレーの中に入ってるジャガイモとかならいける。サラダとかが無理なんだ。生で食べる感じがダメなの？無理っす、無理っす。もうとにかくもう野菜が大嫌いなんですよ。これ、自信があることが一個だけあって、嗅覚とか味覚が結構優れてるの。そのエピソードとして一個あるのが、試しかなんかを僕が食べたんですよ。オムライスかなんか作ってもらって親に。で、その前日の夜に、俺のお父さんがフライパンで玉ねぎかなんかをね、炒めてたらしいんですよね。その事実俺知らなかったんですけど、で、朝飯オムライス作ってもらってオムライス食べるじゃないですか。俺、玉ねぎが大嫌いで、その時いつもしない玉ねぎの匂いがして、このオムライス玉ねぎの匂いする気持ち悪い。残したんですよ。前日にオムライスを作った時のフライパンで俺のお父さんが玉ねぎを炒めて。あ、なるほどね。そういうくらい嗅覚と味覚優れてるんですよ。なのでぜひね、次のクセクランのオフ会の時に格付けチェックじゃないですけど、なんか目隠しして食べさせて。いいね。高いチョコとかさ、安いチョコ。そうそうそう。ああ、やりたいをやってほしいなっていう。ジャンパで飛ぼ。残り一人にしよう。なんか検査されてますよ。あ、いるいるいる。すごいいる。検査めっちゃ死んでる。このや？このやいるこれ？まあ、おそらくお風呂入ってきますってやつでしょ。活動中にお風呂行くやつか。活動中にもお風呂もえ？今行け。え？行ってくさ。飲み物飲んでますって言いました。聞こえなかったぞお前。あーら。あーら。このやは給食で好きなもんないの？給食で好きなのは、なんだっけ、野菜でなんかキャベツと、なんだっけ、ショットガンが入ってるやつが。あ、何？ショットガンが入ってるやつ。タクアンが入ってるやつ。え、キャベツとタクアンが。やった。残りは残りは。やばい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 、こっち来い。ボットがやばい、エリアに巻き込まれる。こいつ大丈夫です。ボットは絶対にアンチを優先するんで。やっぱりほら地形を見てください。俺階段作ったにもかかわらずこの陸のこの上がれるところから上がっていくんですよ。こいつは特性として。なるほどね。あ、本当だ本当だ本当だ。地形を理解している。なるほど。なのでおそらくモノアンチのこの道から来ますね。素晴らしい。来てる来てる来てる。給食で一番。まあ絶対それさ、別にそんなに大してかっこよくない、しょうもないやつだよな。ちょっとじゃあみんなで見てみようか。さあ、なんなら
なんなら俺んちのマンションの横に。わかった、ちょっと一回黙ってくれ、ちょっと待ってくれ、お前。うち住んでる場所。あの、黙れ、お前、今、ちょっと今決めるとこだから。よし、来た、来たぞ。どういうことこれは。投げて、カマ2回プロやつをやろうとしたけど、めくって、しかも当たっちゃったっていう。いいですか、うん、コナヤ君のツイッター1時間前、草野くらの活動、マジで精神安定する。こいつ、やべえな。コナヤ最近なんか、毎日死にたいとか思ってるらしいから。なんか死にたくなるんですか、ね、やべえだろ。みんなきちい。